あまり疑心暗鬼になるのは体によくありませんよ。安心してください。私はただゲームを楽しみたいだけ。さらに言えば、プレイヤー同士が競い合い、手を取り合う姿を見たいだけですから。私の名誉と仮面に誓って、それ以外のことは何も考えていません。あ、じゃあうちから質問。これまでいろいろと話を聞いたけど、先にゲームで遊んでみてもいい？言葉で説明されてもやっぱりよくわからなくて。もちろんです。特別に私のエーテルをお貸ししますので、ぜひバトルの楽しさを体験してみてください。おや、あちらが騒がしいようですね。ちょっと、その手に持ってるコインを渡しなさい。このガキ、この年で手癖が悪いって。大人になったらどうなるんだ。これは俺が拾ったんだ。ちょっと、いい加減にしなよ。子供をいじめてどうすんの。開拓者の姉ちゃん、こいつら危険だ。大丈夫、うちらに任せて。カンパニーの皆さん、あのコインに固執している様子を見るに、エーテル戦線のプレイヤーですね。どっから出てきたのよ、この仮面男。私がプレイヤーかどうかなんてあんたに関係ある？そうだそうだ、お前に何の関係がある。仮面なんかつけてこそこそと。もしかして変態か？私は、もし皆さんがプレイヤーならエーテル戦線のルールにのっとってバトルしませんかと言いたかっただけですよ。こちらにいる紳士と美月さんが、このお友達の代わりにあなたたちに挑戦するというのはどうでしょう。もし彼らが負けたら、コインはあなたたちの戦利品になりますので、好きにしていただいて構いません。ただし、もし皆さんが負けたら怒りを収め、少なくとも私の競技場の中では騒ぎを起こさないでいただきたい。どうでしょう。それはお勧めできません。暴力で問題を解決するのはつまらないですから。そのようなつまらない人間にはならないと私に約束してください。いいですね。ジョバンニさんの言う通りだよ。それに、この機会にうちらもゲームを体験できるんだから、ちょうどいいじゃん。どうぞ。こちらが初心者向けのエーテル隊たちです。ルールに慣れるために使ってください。もしお二人がこの程度のエーテル隊すら倒せないのであれば、このゲームには向いていないと言わざるを得ませんね。この私たちを見下して。絶対にトパーズ様ファンクラブのメンバーの凄さを分からせてやる。私たちの凄さを味わいなさい。よし、悪者は追い払ったよ。エリック、大丈夫だった？大丈夫、ありがとう、開拓者の姉ちゃん。そうそう、あいつらなんで寄ってたかって子供を脅したりしてたの？俺
俺にもわからない。俺はただ道で偶然このコインを拾っただけで。コインを見ただけでは誰が落としたものかまではわかりませんね。先ほどの方たちは他にも何か言っていませんでしたか？例えばトパーズに関することとか。そうだ、あいつらトパーズの名前を出してた。どういうこと？思い出した、あいつら自分たちはトパーズって人のファンクラブのメンバーだとか、全宇宙の最強エーテル体を集めてトパーズに送るとか言ってた。そうすればトパーズがフェスティバルで連覇できるって。え？トパーズってそんな手段を選ばない人だったの？それは何かの誤解だと思います。私もトパーズさんとは交流がありますが、彼女はそのような方ではありません。それってこのコインはトパーズのものじゃないってことだよね。じゃあ持ち主は誰なんだろう。コインには何の情報もないみたいだけど。ええ、このエーテルコインには持ち主に関する情報が何もない。持ち主に返すのは至難の業でしょう。俺このコインやっぱり開拓者の兄ちゃんと姉ちゃんに渡すよ。俺はこれが何なのかわからないし、戦線の遊び方も知らないからさ。でも兄ちゃんと姉ちゃんならこのコインを使いこなせるんだろ？エリックがそう言うなら、コインはうちらが保管しておくね。ジョバンニさんはどう思う？私もそれがいいと思います。交換も育成もエーテル戦線の一環ですから、このコインを存分に活用してください。じゃあ兄ちゃんと姉ちゃんに任せた。俺は先に帰るよ。親父が家で待ってるんだ。あ、ちょっと勝手に行っちゃった。ねえ、あの子を家まで送った方がいいんじゃない？またカンパニーの社員に会っちゃったら。その心配はないかと。カンパニーの社員の大半は労働倫理を守っていて、カンパニーの名声に泥を塗るような真似はしませんから。お二人とも、ここでコインからエーテル体を呼び出してみてはいかがでしょうか。お二人が本当の意味で初めて獲得したエーテル体ですから、お互いを知っておいた方がいいでしょ。確かに。このコインどうやって操作するんだろう。あ、出てきた。これって次元プーマン？次元プーマン、これは非常に珍しいエーテル体ではありますが、あまり強くありません。カンパニーの方たちはなぜこれを奪おうとしたのでしょうか。あれ、この子なんか怖がってる。どうしよう、うちら何か間違えちゃったとか。安心してください、美月さん。おそらくですが、この次元プーマンはもともと臆病な性格なのでしょう。しかし少し妙ですね。コインに保存されたエーテル体の生物データに特殊な性格のものはないはずなのに。プログラムによれば、本来はおとなしくて聞き分けがよく、プレイヤーの指示に忠実であるはずなのですが。え、どうしよう。ねえ、あんたが指示を出してみたら。うちこういうの苦手なんだってば。やっぱりあんたがやって。わかりました。これはおそらく何らかのデータ異常によるものでしょう。通常の流れではエーテル戦線のプロジェクトチームに報告して処分してもらう必要があるのですが。処分されちゃうの？でもそんなのやだ、カンパニーには渡せない。ねえ、この子を残しておこうよ。ダメダメ。よかった、あんたなら絶対この子を見捨てないと思ってたよ。とにかくこの子を連れてフェスティバルに参加しよう。まずはいい名前をつけてあげないと。ねえ、どんな名前がいいと思う？うちも考えてみる。オッケー、一緒にゆっくり考えよう。オッケー、一緒にゆっくり考えよう。あ、いいね、その名前うちも気に入った。でももしあんたが他の名前がいいって言うなら、もう少し考えてみてもいいよ。オッケー、一緒にゆっくり考えよう。
オッケー、一緒に。え、それ本気？なんかちょっと。でもあんたが決めるんだ。オッケー、一緒。オッケー。あ、いいね、その名前うちも気に入った。でももしあんたが見て反応してる。よしよしどこから来たのかわからないけど、一緒にチャンピオンになろう。もちろんこの子がどこから来たのかわかればもっといいけどね。はあ、もうなんでそんな細かいことにこだわるの。わかった、じゃあ改めてここにいるメンバー全員でチャンピオンになろう。これで満足した？皆さんが笑顔になれる結果になりましたね。それでは今からエーテル戦線プレイヤー端末の使い方をレクチャーしましょう。こちらへどうぞ。